時刻は2時7分になろうとしております。ここからはゲストの方お招きしてお届けしたいと思います。本日2時台のゲストは、カズファッションリフォームの船木和恵さん、そして断捨離トレーナーの中村玲子さんです。どうもこんにちは。こんにちは。ね、船木さんは、何回かこれまでも ね、ご出演していただいております、はい、長門市の方で、カズファッションリフォーム、はい、名前合ってます？大丈夫ですか、はい、ファッションリフォームカズではなく、はい、カズファッションリフォームです。よかったよかった、はい、前回ちょっと間違えたのでね、はい、大丈夫です。お店をされている船木さん、はい、そして今日は、船木さんのご紹介と言っていいですかね、はい、断捨離トレーナーの中村さんも一緒にお越しいただきました、ではまず、自己紹介をお願いしたいと思います。じゃあおなじみのじゃあ船木さんからいきましょう。はい、長門市から来ましたカズファッションリフォームの船木和恵です。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、そして中村さんお願いします。はい、長門市、私も長門市から参りました、うん、山下秀子公認断捨離トレーナーの中村玲子です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そっか、山下秀子公認っていう部分をつけないと。はい、そっか、断捨離という言葉が、うん、あの山下秀子さんが作られた登録商標なんですね。そうなんですね。はい、知らなかった。一般名詞化、ね、何でもかんでも捨てる片付けが断捨離っていう風に思われがちなんですけど、あまりにももう流行りすぎてですね、流行語大賞に昔選ばれたことがあって、はい、そこから捨てることが断捨離っていうふうには捉えられているんですが、これはもう山下秀子という、うんうん、クラターコンサルタントと名乗るんですが、山下秀子が作った言葉、断捨離という、はい、そうなんだ、片付け術です。あの、私も確かその当時と言っていいんですか、何年前山下さんが本出された、うん、あの本は読んだんですけど、結構前ですよね。そうですね、10年ちょっと前ですかね。あれぐらいね、すごく話題になったもんですよね、はい、そっかそっか。じゃあその時に確かに断捨離っていう言葉を聞いてね、そしてその山下秀子さんのこう何ですか、こうレッスンとかそういうのを受けられて資格を取るんですか？はい、そうですね、あの一次試験と二次試験と、あの、あと講習っていうのがありまして、ですね、筆記試験って筆記、まあ、ウェブであのパソコンで、あの文章を書くんですが、記述試験がありまして、その記述試験に受かったら、今度二次試験であの自宅チェックっていうのがありまして、山下秀子が直接、あの自宅にチェックをしに来て、じゃあ先生の宅にいらっしゃったんです。すごい。そしてそれに合格したら、あの断捨離一級という、いきなり1級が持ってるんですか？1級が最初にできたんですよ。で、私3級ができたらしいんですけど、一番頂点が1級じゃなく1級なんです。一番頂点が1級、最初に頂点から作って、そうなんですね。あの合格した人が断捨離トレーナーっていう、あののになるための研修を受けられる資格があって、それをあの半年間、まあ、6回なんですが受けて、山下秀子がトレーナーとして認定され、したら、あの断捨離トレーナーになるという形になります。やっぱり ね、やっぱり経験値は必要ですもんね。そうですね、すぐにはなれないですもんね。どのくらいかかってるんですか、資格取るまで？ですね、あの試験は、なんていうのかな、今のところ1年に1回ぐらい会っていると思うんですが、あの確実に毎年あるというふうには限らないんです。私が受けた時も、あの試験が始まって1期生なので、始まってから1期生なのでですね、次にいつ試験を行うかは分かりませんっていう形で、これは受けないと思って本当ですね、はい。じゃあ一期生なんですね、先生。あの、まあ、試験が始まってからは初めてのなんですが、その前に試験がない形で断捨離トレーナーというのはいたんですね。それを含めると3期生なんです。試験が始まってからの、あの一期生は3期生、ちょっとややこしいんですが、はい、でもすごい、なるほど。そっか、もうじゃあね、その山下秀子さんがもう最初にこう、
こう資格のね、はい、整備というか、うん、作られた時の、うん、初期ですね。ということで、はい、そっか、今ねすごく注目されてというかね、うん、興味のある方多分増えてますよね、うん、こう断捨離ね、はい、そもそも船木さんはどうやって中村さんと知り合いになられたんですか？あのですね、私娘が3人いるんですけれども、一番下の娘の、うん、あの小学校2年生の時のクラス担任の先生だったんですよ。そうなんですか。そうなんですよ。じゃあ中村さんの学校の先生でもいらっしゃる、うんうん、はい、です、はい、そうだったんですか、うん、そうなんです。へ、でも長いお付き合い、いや、うん、1年しか接点、それも学校での接点しかなくて、そうそう、でもうすぐ先生ね転勤されたんですよ。で私も、うん、あの山口市内からこう、ゆうやに転校してきまして、うんうんうん、で娘もこう2年の時に一番最初にお世話になった先生 で、うん、で1年ですぐねこう転勤されたから、うん、まあ、あの転勤して、うん、でなんかな、ちょっと寂しくなった時に娘が自宅に電話を何回かかけてるんですよね、うんうん、そういうなんか知らないつながりがあったみたい。船木さんは知らなかったの？知らなかったんです。後々に、いや、お母さん実は先生にかけたんだよねみたいな話を聞いてて、そうなんですよ。でそこからかなりねこう年数は空いてるんですけど、うんうんうん、先月なのかな、先月ですね、フラットアトリに遊びに来られて、で断捨離の話、まあ普通に雑談をしてて、断捨離の話になって、うんうん、で意識の問題になって、うん、なんかちょっとスピリチュアルな話になってて、意気投合して、うん、で今にここに至るっていう感じなんですよ。すごいご縁ですね。そうなんですよ、そうなんですよ、面白いです ね、なんか船木さんそういうの多くないですか？いや、ね、なんか、ね、不思議なんですけど、なぜか私が今日ここにいるっていう感じなんですけど、そうですか。そうなんですよ。いやいや、私もすごく楽しみに今日はしておりましたので、さあ先ほどもねお聞きしていたんですが、うん、ね、一番気になるのが断捨離というところ、うん、そして、ね、山下秀子公認断捨離トレーナー、はい、ということなんですけれどもね、はい、まあ、船木さんとお二人のね、あの中村さんの出会いは先ほど聞きましたけれども、やはりあの断捨離の話とかで盛り上がりますか？盛り上がりましたね、はい、盛り上がりました、まあ、私の、うん、まあ、自分の寝室っていうか自分の部屋がかなりの汚部屋なんですよね、どんな汚部屋ですか？汚部屋っていうか、まあね、ちょっとこう、ね、あの片付けたいんだけれども、うん、見て見ぬふりをして逃げてきてるんですよね、うん、こう忙しさに、うん、を理由にって言ったらいけないんですけれども、うん、後回し後回しにしたらお部屋になってるんですよね、うん、何が一番なんか出てたりします？服とかがね、こうラックにこうかけてはあるんですけど、ただかけてあるとかね、うんうん、どうしましょう先生？どうしましょう？船木さんはねやはりお仕事柄こう、うん、ご洋服とかね、うん、そういう衣類系が多いイメージありますが、うん、やはりそんな感じ、うんうんうん、ちゃんとあの、ね、うん、収納すればいいんですけれども、うん、ついつい出たまんま楽にかけてるって感じですね、うん、確かに分かります。そう、はい、教えて中村先生ですね。チェックに来てほしいくらい、いや、かなり、うんうん、かなりひどい状態、そうか、中村さんはそういう各ご家庭でに行って、うん、はい、こうアドバイスされるとかいうのもされてるんですか？ですね、うん、断捨離トレーナー自体は、うんうん、そういうご家庭に行って、うん、あの断捨離のトレーニングをするっていう仕事をしているんですが、うん、私はあの小学校の教員がメインで、うん、あの職業としてあるので、ですね、あの講演活動なんかを主に、うん、はい、呼ばれたら伺ってお話をするとか、学校だとか、うん、あのなんだっけ、子育てサークルだとか、うん、あのいろいろなね、うん、あのところにいろいろサロンとか、そうですね、はい、で、あとお友達の断捨離トレーナーが企画した講座に呼ばれて、うん、あの話に行くとか、うんうんうん、そんな形は学校の、うん、教員でもできるんです。なるほど、なるほど、はい、だからそっかそっか、はい、お家に伺って、うん、あのアドバイスをするということも時々やるんですが、うんうん、それは仕事としてではなく、うんうん、あのなんていうのかな、お付き合いでっていう形ではします、うんうん、なるほど、はい、他のトレーナーは仕事としてお金をいただいていく、うんうん、
私はサービスでみたいな。なるほど、そんな感じですね。はい、そっか、はい、そっか。中村さんは本職が学校の先生ということで、まあ、それも面白いですね、はい、学校の先生と断捨離トレーナー、うん、2つの顔を持ってらっしゃると、ね、うん、ただ2つの顔なんですけど、うん、学校に絶対必要だなと思って、うん、私トレーナーを取ったんですよ、資格を。あ、そうなんですね、はい、どういうところですか、うん、話してもいいですか。聞きますよ。聞きたい、聞きたい。断捨離っていうのは物を捨てるだけっていうふうに思われがちなんですが、うん、そうではなくって、うん、今の自分にとってのガラクタ、うん、家のものも心の中もですね、うん、それを捨てることで、うん、今の自分が、うん、ご機嫌な人生を歩むための心持ちになるという、うん、心の解放みたいな、うん、解放ですね、うん、制限の解放とか、うん、自分のこうあるべきっていう、うん、自分自身がかけた制限への解放とかね、うん、ガラクタにまみれて動けなくなることへの解放、うん、それが一番の人生 の、 ご機嫌な人生を生きるためが究極の目的なんですね。そのために目の前の家にあるガラクタを一つ物質から捨てていこうというところでですね、実に深いんです。ただ物を捨てる片付け術ではないということです、はい、でそれを考えた時に学校でですね、たくさんいろいろ、まあ、自分も含めてですよ、子育てをされているご家庭を見た時にやっぱりお母さんって忙しいですよね、うん、いろんなことがあって、うん、いろんなことを考えないといけなくてっていう、で未来へのこと、過去への執着、いろんなことがあって、うん、結局ごちゃごちゃした空間に、うん、ね、子供が大きくなってもまだ昔のものがあったり、うんうん、あ、今を歩めないっていうかな、うん、なんていうのかな、そういうところがあってですね、うん、で子供、うん、子育ての上でも、あ、うちの子これで大丈夫かしらとか、うん、このままで大丈夫かしらとか、うん、こうあるべきっていう自分の枠に子供を当てはめてしまって、うん、やりなさい、こうしなさい、ああしなさいって指示が多くなったり、うん、いろんなことがあるんですよね、うんうんうん、そういうのをなんていうのかな、全部、うん、自分が断捨離してみて、うん、あ、これって子育ての上でとっても大切だっていうのが一つ、うん、で小教員としても仕事の断捨離、うん、一番大事な、ね、子どものへの授業とか、うん、そういうの準備の時間以外の仕事っていうのが多すぎて、うん、学校の先生にも断捨離が必要、うん、お家のお母さんたちにも断捨離が必要、うん、あとまず今からを生きる子どもたちにも断捨離が必要っていうふうに思いまして、うん、断捨離って結局は目の前にあるもの、うん、それから出来事、うん、それから心持ちの選択の連続なんですね。これが今の自分にとって必要か必要でないか、うん、必要でないと思ったら手放していかないと、うんうんうん、いっぱいいっぱいになりますね。100均に行ったらたくさん物が買える時代じゃないですか、うんうんうん、で物を買うのはいいんだけど、うん、手放さないまんまだったら、うん、抱えたまんまでもうアップアップになって動けない、うん、だから必要なものを見定めて、うん、必要のないものを捨てていかないと、うん、自分が動いていけない。そう、それが、分かる。だから、うん、子供たちに選び方を教えたいんですよ、うん、今からもっとまみれていきますから。そうですよね、はい、なんか本当物もだし、うん、考え方とか、そう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 、情報とかもすごいですからね、はい、疲れますもんね、うん、疲れるんですよ、うん、でアップアップになって、うん、で結局なんかこうヒステリーなお母ちゃんになってくるんですよね、キーってなるんで、結局はなんか、うん、ね、こう自分の、うんうん、これですよね、うん、これですよねって言ってもわからないけど、そうですよね、そう、全ては選択の連続なので、うん、その選択を目の前の一つものを選択するっていうことの繰り返しから、うん、だんだん見えないものの選択ですよね、うん、それこそ船木さんと、うん、1ヶ月前に久しぶりに出会ったのも、うん、ちょうど自分が大級で、うん、日頃いつも船木さんのお店に、うん、の前を通るときは、うん、私土日しか通らないので、うん、いつも閉まってるんです、うん、だけどその日たまたま大級で、うん、平日がお休みだったから、うん、あ、船木さんの店が
空いてると思って一回通り過ぎたんだけど、やっぱ行ってみたいなと思って戻ったんです、ね、それを多分その選択を空いてるだけで通り過ぎてたらここに私いないんです、うん、そうですね、戻ろうという選択をしたから、うん、ここにいるみたいな、なるほど、うん、はい、そうかそうか、そういう、はい、ね、あの選択も含まれるのか、うん、そうです、いい方向にね、うん、こう転がっていくのもその時の選択ですよね、先生のね、おお、ね、いやすごい盛り上がったんですよ、うん、その時、先生がフラッと覚えてらっしゃいますってフラッといらっしゃったから、うんうんうん、覚えてますよってすごい覚えてますよ、でそこから、ね、お昼ぐらいまでいらっしゃいましたね、はい、そうで、ね、そう、でその後にご来店されたお客さんも、うんうん、断捨離、たまたまですよ、ええ、たまたまその自分 の、うん、あのお子さんのこう、うん、抱っこ布、抱っこ布をもう断捨離したくて、うん、でもその生地が、うん、まあ、いい素材のね、生地だったんですよ、ブランドの、で捨てれないからこうズボンにしてほしいって言って持ってこられたんですよね、で、まあ、これも断捨離だわって言って盛り上がったんですよ、でその後にもそういう断捨離の話でまた盛り上がって、うん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 、でそのお客さんが、うん、やっぱ先生のね話っていうか講話をしてほしいって言って、うん、依頼はあるんですよ、あ、そうなんです、ぜひぜひぜひお願いします、そうなんですよ、つながっていくんですよね、そう、そうなんですよね、でも本当それも全てね、なんか前向きな選択というかね、そういうものですね、でもそういう選択ができるようになるにはやはりそういう、なんだろう、意識とか、ね、あ、そうですよね、意識ですよね、あの意識とか心とかいうのは、うん、プラス思考にとか前向きな選択をって言われるけれども、うん、心とか意識って見えないじゃないですか、目に、で触れないので、うん、何かあの自分が嫌な目に遭ってる時とか、うん、不幸だなと感じている時の心持ちをプラス思考にって言われても、うん、なかなかできないんですよ、できないんですよ、だけど、ね、目の前のものを操作することはできるじゃないですか、うん、その目の前の例えばこのペンが一つあったとして、うん、これが自分にとって、今の自分にとって、うん、嫌だなという思いがついているものとか、うんうん、必要ないっていうものの場合は、うん、もう、まあ、言ったらプラスかマイナスかに分けたらマイナス、あ、そうですよね、そのマイナスをも思い切って使えるけれども、うん、捨てるっていう、うん、手放すっていう形の選択をする、うんうん、そういう目の前のものをここから始める、そしたらだん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 ね、見えるものから見えない世界に行くんですよね、不思議なことに、そう、それが心の中に、そのレシートをいつか家計簿につけようと思っていつもいつも貯めてるけど、結局レシートは家計簿に使われることはない、それをずっと取っておくんじゃなくて、もう思い切って捨ててしまうっていう、そのあのものなんだけれども、うん、それがやがてそれの繰り返しで心の意識を、うん、あ、これは不必要な意識だと思うものがポンとレシートのように捨てられるというか、そうするとですね、何が残るかというと、自分の周りには自分、今の自分にとって大切なものだとか価値があるものだとか、それを見ただけでフフって嬉しくなるようなものとか、そういうものとともに空間がね残るんですよ、うん、なるほど、でそれは心の中も同じことで、うんうん、自分のお部屋の中に空間がたくさんできると、心の中にもその空間というか、空間というか、余白というか、ゆとりというか、そういうものができてくると、だからイライラがだんだん、だんだん、だんだん空間、ゆとりができてくる、なるほど、そうなんですよ、じゃあ中村さん自身もそういうご経験というか、うん、そうです、そうです、もちろんもちろん、先生の、ね、経験はね、うん、あの、うん、今でこそ多分ね、そうそう、面白おかしく先生をね、お話しされたんだけど、うん、もう聞きながら私、うん、泣いたり笑ったりの連続でしたね、そっか、いろんな経験をじゃあ、そうそうそう、はい、もう3時間もここ今日放送が終わるぐらいまで、うん、そう、そうなんですよね、お母さんならではのね、いろいろな悩みですよね、そう、やっぱ仕事をしながら、うんうんうん、ね、子育てをしながら、うん、でこう思うようにいかないなんかジレンマとね、うんうんうん、戦いながら、ちょっと聞きたいな、もうすごい、でもその時聞いた時に、本当、うん、なんかね、涙が出てくるというか、そうか、そうそう、そういういろんなことされたから、うん、こう、うん、断捨離トレーナーになろうとか、そうですね、そういう思いになっていったってことですか、うん、そうですね、で自分が断捨離をして、とっても
心が楽になったんですよ。空間はもちろんですよ、もちろんぎゅうぎゅう詰めにあっちこっち工夫してね詰め込んでましたから、それらが全部あの自分のなんていうのかな、目やら耳やら肌やらからずっとあのたくさんの情報となって入ってくるので、常に忙しい心の中が忙しい状態だったんだけど、それがなくなっていく、ものがなくなっていって空間ができることで心の中にゆとりができて、で自分の考え方とか制限、自分自身を縛っていた制限とかね、そういうものから自分が解放されていって、そうなると自然と子育てっていうのかな、まだまだそんな立派なお母さんじゃないんだけど、あの子育てとか自分の態度とか行動が変わっていくんですよね、心が変わると。そしてあのこれは絶対に他にあの同じようにね、あの自分が職場であの保護者の方から相談なんか受けて、子育て母さんに絶対に役立つと思って断捨離を私広めようと思ったんですよ。そしたら断捨離の、 あのなんていうのかな、自分が学んでいた断捨離塾っていうところから、断捨離はあのトレーナーにならないと教えることはできませんと、トレーナー断捨離トレーナーという資格があって、それを山下秀子に認定されたものだけが断捨離を他人に教えることができますっていうのをし、あの聞いたから、なぬと私は教えることができないのかとで、あのこれは断捨離トレーナーを取らなければ絶対学校に必要だと思って資格を取ると決めた。すごいですよね、そのバイタリティというかね、行動力もすごいですよ ね。いやすごいと思います、そうでしたか、そういう経緯が終わりだったんです ね。やっぱね皆さんね、いろいろありますよ ね。もう私昨日ですよ、子供に大きな声を上げてしまったばかりで、もうねもうすごい繰り返しなんですよね。そうそうそう、その後あの自己嫌悪に陥る、なりますよ ね。だからね、どうにかね、うまくいく方法はないかなと常に思っちゃって、もうね親は必死ですからね、その時はね、そうそう必死、子供のためにと思って必死になって、ね、言ってるけど、なかなかね子供には伝わらないというか、そうですよね。いやなんか子育て談義に、なりそうですけれども、まあきっとね、ラジオを聴きの皆さん、そしてね、ハーブビジョンをご覧の皆様は、まあ具体的にね、こう断捨離といったら、まあ部屋の片付けとかね、そういうのをイメージされる方も多いと思いますし、まあそこから始めるみたいなのもあるのかな。そうですね。心の整理に行くまでにね、ちょうどまあもう11月も後半でね、こうそろそろ大掃除を本当ですね、しようという方も多いと思いますけれども、まあそういう方のためにもですね、まあちょっと普段こうできるような、なんだろう、気軽にできるような収納とか整理術みたいなのをちょっと一つとかでも教えていただけたらなと思うんですけど、ですね、まず収納って言われたんですが、収納っていうのはね、目に見えないところに物を収めるっていうことになりますよね。例えばあの、なんていうのかな、定位置に物を収めるっていうのであればいいんだけれども、例えばね、あの100円均一で可愛い綺麗な白いカゴとか、無印良品とかね、あのお店でとても素敵な収納ケースがあるんですね。そのケースの中に物をポン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 収めてしまうとですね、人は見えなくなると分からなくなる、忘れてしまうんです。全部忘れてますよ。分かる、あこんなとこにあったのかみたいな、よくありますね。それと一緒で押し入れの中とかにも物をどん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 押し、あの収めていくと忘れてしまうんですね。そしてあのもうミイラ化されたようなそんな状態で発見されるとか、そういう状態なので、あの収めないことがまずは、収めてあるものを見てみるということが必要なのかな。例えば大掃除っていうとですね、あのまず洗剤だとか、お掃除グッズを買ってきてしまうとか、それは足し算の解決法なんですね。増やす、そうではなくって、あのまずは引き算の解決法、それが断捨離。断捨離っていうのは断、立つって書くね、シャワー捨てるって書きます、離っていうのは離れるって書いて、全部引き算の言葉なんですね。断捨離は引き算の解決法で、まずあの大掃除を始めましょうって言って
った時に、うんうん、何かのお掃除グッズやら洗剤を買ってくるんではなくて、うんうん、この中にあるものが本当に今の自分の生活にとって必要なのかなっていうのを見極めて、必要ないと思ったら捨てていく。あ、そうか、そこから始めるんです。時間がかかる、それは10年かけて貯めたものは、ね、1日2日ではなかなか見極められないんだけれども、さらに足して解決するんではなくて、引きながら解決するということです。なるほど、うん、じゃあ掃除一つ始めるにしても、うんうん、まあ、家にあるもので何かできないかなとか、うんうん、そういうこと。そうです、そうです。多分ね、流しの下とか、いろいろなところ開けてみたら、たくさん洗剤はあると思うんですよ。確かに、ある、ある、いっぱいある、使ってないのが奥にあるんですよね。で、ボトルに全部少しずつ残ったものがあるのに、また買い足すとかね、そういうのもあると思うんですよ。ある、ある、ある、まさか先生うちのことよく知ってるなと思いながら聞いてましたけど。あるある、使い切れなくて、うん、そう、でもああいうのってやっぱでも古いのとかダメなんでしょうかね、うん、ただね、うん、そうですね、どうなんでしょうかね、期限があるものとかは、うん、まあ、別として、うん、そのまず洗剤を買おうというところから始めるんではなくてそうか、まず物を減らすというところから始めるっていうと、だいぶ違いますね。あ、そうか、はい、そうですね、うん、まず掃除より先にそのいるものいらないものを整理する、処分する。整理整頓って一緒くたに言われる言葉なんですが、実は整理と整頓は別のもので、整理っていうのはいるかいらないかを見極めて、いらなければ手放すという意味があるんですね。で、整頓というのはそれを見極めて残ったものを使いやすく、取り出しやすく、しまいやすく、並べるというのが整頓です。で、断捨離では整理整頓、整理、まずいるいらないを見極めて、いらないものを手放す、それが一番で、その後に使いやすくするためしまうと、整頓をして、その最後に吐く、含み、磨く、皆さんの言われる一般的な掃除ですね。なるほどね、それをすると、そうね、そしたらすっきりしますもんね。はい、で、掃除の手間がね、掃除ってすごいハードルが高いじゃないですか、大掃除って。だけど、日頃から大掃除のような感じになるんです。例えば物がいっぱい前の、リビングに掃除機をはいかけなさいって言ったらすごい手間なんです、うん、物をのけて掃除機、また次の物をのけてかけて戻すっていう手間ってすごい、ね、ただ床に何もないところに掃除機をかけなさいだったら、うん、本当にルンバでもかけられるという、そうね、いいですね、はい、ルンバでこと足りるならすごく楽になる、ね、だけどルンバがね、いいな、もうルンバ買えない物が多かったそうか、もうぶつかってぶつかって全然掃除にならないって感じですからね。そうか、ただの長方形だけのお部屋を掃除機かけるってすごく楽なんですよ、うん、ハードルも下がるんです。じゃあ先生の家はもうすっきり、うん、もうね、あ、そうですね、日々の散らかりはありますよ、うん、子供たちがランドセルとか、うん、カバンパンとほったらかして、うん、体操をパンと脱いで、うん、ああみたいなのはあるけれども、うん、使わないものが堆積した状態で置いてあるということはなくなりました、ね、そうなんだ、いっぱい使わないものがあるな、はい、いっぱいある、いつか使うだろうとか思って置いてるんですよね。で、まだ捨てちゃダメよとかって置いてるんですよね。いっぱいあります。そう、ね、いつか使うかもって本当たくさん、そう思うんですけど、うん、それはどうしたらいいですか。いつか使わないんでしょうね結局ね。いつかってね、いつ本当に来ないんですよそう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 、本当に試しにね実験してみちゃったらいいんだけど、いつかってこのいつかっていうのはいつ来るのかなって、うんうん、私はお客様タオルが一番印象に残ってて、はい、お客様用のタオルをいただいて、ね、うち祝いとかでいただくたびにいつかお客様出そうとかね、箱ごと置いてるんです、箱ごと置いてあるんです。それを溜まってきたら衣装ケースの中に、うん、箱で買って入れてる、入れてる、お店で買って衣装ケースの中にきれいにタオルがもう本当に溜まってて、衣装ケース3つ分になってたんですよね、うん、でいつか使うかもと、使うお客さんに出すよと思って、うん、あと子供がちっちゃい頃入院したらね、ベッドにバスタオルを敷いたりするので、可愛いバスタオルはいつか子供が入院した時用とか、そうそうそう
な可愛いのね、もう使わないんですよね、成長したら。そうなんですね、そんなのが、うん、あの断捨離をね、あの、うん、自宅チェック受ける前に家を片付けて、うん、出てきて、うん、でそれ何年前からあるんだろうと思ったら、うん、あの一番上の子供が、うん、生まれる前の生まれた時のタオルもあったし、それ以上の前のタオルもあった、うん、18年以上前のタオルが衣装ケースに、すごい物持ちがいい。そうなんですよ、このタオルは一体いつのお客様に出すんだろうって、うん、ずっとお客様は来たんだけど、うん、その時には別のタオルを出す、うん、そうそう出す、そうわかる、いつかって来ないなって。そうですよね、まあ、一回では分かんないよ、いろんな他にもね、いつか使うっていうものを取っていて、本当にいつかって来ないんだなと思って、もうあのいつかは来ないと私はもう、うん、じゃあ全部処分されたんですか。あ、処分って、うん、そうですね、断捨離の捨っていうのは捨てるっていうんですが、うん、捨てるっていうにもいろいろ意味があって、うん、本当にゴミ袋に使えないものは捨てるんだけれども、うん、これ我が家では役立たないけれども、うん、よそにはまだ使えるというものありますよね、うん、そういうものはあの例えば寄付したり、うん、あの必要な人に譲ったり、うん、それこそ売ってみたり、うん、あのリサイクルショップに持って行ったり、うん、そういうことをして他に施す生かすっていう、うん、あの意味もあるので、うん、そうですね、全部何でもかんでもあのゴミ袋に捨てる必要はないということです、うん、はい、そうですね、そうだね、その方がなんか、ね、いやリサイクル品を、ね、持ってこられる方いらっしゃる、うん、あのもらったタオルとかも、うんうんうん、もう使わないからって言って、うんうん、ご自身のお値段をね、あの希望価格を書かれて持ってこられて、うんうん、意外にねタオル売れるんですよ、うん、買うと高いでしょ。そうですね、だけど、うん、こう100円200円とかで出してあると売れるので、うんうん、あ本当ですね、いい、うん、いい話を聞きました。そっかそっか、必要な方のもとに旅立たせるみたいな。そうですね、なるほどね、面白いな、ね、いやちょっとね、ケーブルテレビをご覧の皆様とあと3分ぐらいでお別れなんですが、ちょっとまだまだお聞きしたいことがたくさんあってですね、で私も個人的にすごいあの相談したいのが、あの子どもの片付け方、なんか子ども部屋がすごくいつもぐちゃぐちゃで、子どもがやはり片付け、どうやって片付けたらいいんかわからないんですかね。なのでもう子供部屋がいつも散らかってるんですけど、うん、何かこういい案というかあるかなっていうところがお聞きしたいんですけど。そうですね、うん、子供ってね、うん、今を生きてるんですよ、あの私たちのように過去 の、 あのいろんなしがらみとかも持ってないし、うん、未来へ の、 あの不安というものも、うん、そういうものも持ってない、うん、基本はね、今もう目の前のことを見て生きてるのが子供、うん、だから本来それは素晴らしいことなんです、うん、だけど、うん、まあいろんな経験をしながら、うん、将来の不安とかね、うん、まあ、受験とかね、うん、就職とかそういうものを経験しながら、うん、そういうものが未来への備えるというのがだんだん大きくなってくるんですが、うん、今を生きている子どもたちには、うん、今自分が必要か必要じゃないかまだわからないかっていうふうに3つに分けさせるといいですね、うん、おー、3分の断捨離は3つっていう数を大事にします。いる、いらないだけでは迷うところがあるから、うんうんうん、保留とかね、そういうふうなあのボックスとかの袋とかに分けさせてみるといいですね、自分でね、はい、自分で、そっかそっか、自分でやらせるとこが大事なんでしょうか。そうですね、はい、それはもう本当自分のこれから生きる人生の取捨選択の練習になるので、うん、出来事の練習になるので、すごい、なるほど、はい、深いですね、深い深いそうかそうか、うん、いつもは散らかってるからもうしょうがないなって、親は片付けるんじゃなくて、ね、うんうん、子供と一緒にここちょっと片付けてみようかって、うんうんうん、物が多いから分けてみようって、うんうん、あなたが今いるなと思うものと、うん、いらないなってものと迷うもの3つ分けてごらんって、うん、いるものと迷うものはとりあえず取っておけばいい、うんうん、いらないって言われたらもう捨てる、うん、その時に注意するのは、うん、親がね、あ、この前買ったばっかりじゃないとか、あ、これまだ使えるじゃないとか親がストップしないことですあ、そうなんだ、子供の選択決断に、はい、子供の選択決断に親が口を出さないということです。あ、分かりました、はい、これ高かったのに、いい、ね、捨てるのとかね、うん、ダメなんだ、そうか、まあ、親がそれは執着を持っているんであれば、こっそり子供が捨てた後に拾ってよそで売るなり、あ、なるほどね、子供の選択は尊重してあげてほしいと思います。面白い、はい、面白い、面白い、勉強になりますね。ですね、うん、さあ一盛り上がりしたところで、はい、ハーブ
ビジョン1日チャンネルご覧の皆様とはこの時間でお別れとなります。今日はカズファッションリフォームの船木和恵さんと断捨離トレーナー山下秀子公認断捨離トレーナーの中村玲子さんにお話を伺っております。続きはぜひね FM7 個ラジオつけてお聞きいただけたらと思います。ね、また、お二人とはねもう少しお付き合いいただきますので、はいはい、じゃあテレビのご覧の皆様に向かってじゃあ、はい、あちらカメラのこのあとね10秒ぐらいですけれどもね、はい、では引き続きよろしくお願いします。さて時刻は2時45分もうすぐ46分になります。スタジオには引き続き、カズファッションリフォーム船木和恵さんそして山下秀子公認断捨離トレーナー中村玲子さんお招きしております。引き続きよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあカメラからやっと解放しましたけれども、30分間ねありがとうございました。どうでしたか、テレビに映っているという時間なんか意識してなかったですね。なんか後半はもう普通に会話雑談をねしてる感じで多分ね、ちょっと白熱してね、すごい興味深い話をたくさん聞けたおかげでね船木さん本当断捨離深いですね。深い結局、自分の心の持ちようというかメンタルも鍛えられるというか、そこなんですよ。結局そこなんでしょうね。そうです、そうです。そっかそっか。なんていうのかな、よく顕在意識と潜在意識ってあるじゃないですか。顕在意識って本当数パーセントって言われるんですよね。数パーセント。数パーセント。うん。スーパーセントじゃないですよ。あの 6% とかね。多分一緒ですよ。スーパーセントに例えられるのかな。ごめんなさい。スーパーセントね。6% とか 7% とか。で残りの 94% ぐらいが潜在意識ね、言われるじゃないですか。目に見える世界っていうのは潜在意識の世界なんです。で今度目に見えない世界になると潜在意識の世界になるんだけれども、そこの部分までどん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 入っていく。形なんですよ。そうこの間ね、だから見えないものは信じますかって先生に聞いたら、信じるよって言われてなんかちょっと嬉しくなって、そうか、そのなんかスピリチュアルなところとかですか、見えないものっていうか ね見えない力とかね、見えない力ね、力とかね、そうそう、なるほどね、そうですね、深いな、深い、面白い、本当に不思議なんだけど、今までは本当やっぱり目の前に見えるもの、現象しか信じられない、興味はあっても信じられないんだけれども、どうしてもその目に見えない部分があるとしか考えられないような現象が次々と起こってくると、やっぱりこの潜在意識の領域っていうのは確実にあるんだなっていうふうに思わざるを得ない現象がどんどん起こってくるんですよね。それはあれですか、お二人の再会というかそういうのも含めたそういうご縁みたいな、あるでしょうね、それも一つですね。そうなんかね、引き寄せられるじゃないけれども、そういうところなんだと思います。そういうタイミングだったっていうことなんだと思うんですよね。ご縁とかですね。そうだからアトリエにはいろいろな人がねやっぱりいらっしゃるんですよね。そうしたらなんか自分の力ではない見えない力というか、何か作用してるのかなっていう、そういうのをちょっと信じてみようかなっていう感じになりましたね。そしたらやっぱりそういう勉強してる人たちもやっぱたくさんいらっしゃるから、で自分もそこに意識が広がるというか、でそういうところにアンテナがこう引っかかるというかキャッチするというか、お互いにこう共通するものがカチッとはまるというか、そういうところなんでしょうね。先生と出会ったのもね、再会したのも多分そうだと思います、本当にそういうご縁っていうのはたくさんあって、これはなんか不思議、ね、そうとしか考えられないなっていうような、中村さんどうでした、今日ご出演されてみて感想の方は。とても初めは緊張したんですけれども楽しかったです。断捨離の話になるとちょっとついつい話が弾むというか、きっとね話し足りない部分が終わりだと思いますのでね、ぜひまたいらしていただけたらと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。本日2時台のゲストは長門市のカズファッションリフォーム船木和恵さん、そして山下秀子公認断捨離トレーナーの中村玲子さんにお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。